皆さんこんにちは、マーティン大の麻薬ボーイ金田です。復職スタートの話。まあ収入が増え、経験値があって世界が広がる。ワールド。まあまず規則が大事です。どうすればいいか、やりたいこと、あとは情報、目標、それからいろいろ。まあ副業、まあそうですね、クリエイティブ、ビジネス代行、あとは社会参加、物販、シェアビジネス、地域貢献、いろいろあります。確かに副業もいいですね。パラレルワーカー、はい。パラレルワーカーもいいですね。はい。ドローン撮影、一石満載。あとは10万円で稼げるいろいろ、はい。まあわかりませんけど。あとはまあアップデートすればいいんじゃない？はい。あとはまあコミュニケーション力大事ですね。あのソフトを活用して。あとはまあ年少でもうまくいく陸海軍、はい。あと新宿ゴールデン街シェアビジネスもいいと思いますし、はい。よそ者確かに、いろいろ。まあコツコツ貯めれば、おもちゃでもいいし、はい。あとはまあそうですね、会社を辞めないこと、あとは半歩先を見つける、海外に目を向ける、あとは想定外の落とし穴を埋める、自分を磨く、あとはまあ強みと弱み、あと脅威、機会、4つ、ネガティブはダメ、リテラシーにお正しく、感謝、信用、外内ファン作り、本業とバッティング避ける、いろいろですね、はい。基礎知識としては、まずは確認と、あとは素早さ、その不可欠なもの満載、実践することが大事、アウトソース活用、あとはまあ目標、まあプロフェッショナルである、税金も確かに必要なんです。はい。大変です。副業は会社にも映えるので気をつけてください。というわけで以上です。副業の注意点、危険性、注意点でした。バイバイ。